はい、始まりましたアトリエ心チャンネル、司会のマーシーです。カズノシンです。よろしくお願いします。今日はですね、藤原のフジモンを占ってみたということで、はい、性格的にはどうですか？性格的にはやっぱり基本的には子供っぽい人っていうのが、はい、で社交性はすごい高いですよね。で仕事もしっかりできる方ですし、はい、まあ暗い星っていうのがあってですね、はい、仕事もできる、結構こういろんな、結構完璧主義的なところもある。そうなんですか。はい、でまあ話のトークとかも上手な星ですよね。うん、まあでもちょっとこう精神的には弱いかなという。弱いんですよね。なんかこう言ってる割には、はい、ちょっとこう なんだろうビビってるとか、なんかそういう弱い面っていうか、なんか強く出てるなっていうのが、そんなにねすごいこう強いってわけじゃないし、うん、どっちかというと物事マイナスに考えやすい星持ってるんですね。そうなんですね。なんかテレビだとすごいプラスにやってるような、でも結構頑張ってる感じ。まあ根はやっぱりこうなんですかね、子供っぽい弱さが出ているのかなっていうのはありますし、ところどころ迷ってるのかもしれないですね。あ、そうですね。最近だと話題なのが、離婚。離婚ですね。まあ、奥さんも強い方だからですよね。どうなんでしょうね。我慢してる部分もあるんじゃないかなと思うし、譲れないところも持ってるところがあるからですよね。真面目な話とかなると、結構そう、こう自分の思いとかをこうまとめて言うの苦手かなっていうところがあるのかなですね。家庭園って薄いんですよ、すごく。あ、そうなんですか。家庭園薄い。だからやっぱ結婚とかもこううまくいきにくいっていうのがあるかなと。そしたらまた次のお相手とかできたら結婚とかはもうないんですかね。もうしないんじゃないですかね。ね、今のままでいいのいいかもしれないですね。そっちの方がうまくいくのかなと思って、結構、ね、心配事多い人だから。そうなんですか。逆にこう少し自由の方が心配しなくてもいいし、そっちの方がこう自分出せていくんじゃないかなっていうのが、無理してる部分あったんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱ奥さんが強い部分で。そうそうそう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ではチャンネル登録もよろしくお願いいたします。高評価と通知ボタンも押しておいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。